だとど付き合えたんで楽しかったっすね。最高です。感想をお願いします。相手選手への印象は試合前と変わりましたか？変わりましたね。変わりましたか？やっぱ熱い男で、まあ小田とどつき合えたんで、やっぱり相手の方がやっぱ上でした。これはまあ正直に自分の実力不足であり、まあ、自分の自信あったんですけど、やっぱり相手の小田選手にはリスペクトがあります。ほんまにまたもし戦えるなら戦いたいと思うぐらいの熱い男でした。いや、すごい試合でしたね。ありがとうございます。あの周りからも今日一番の試合だったって声がありました。嬉しいです。はい、ありがとうございます。あの試合の率直な感想をお願いします。いや、楽しかったですね。最高です。相手の選手どうでした？いや、最高の相手ですね。やっぱずっとこう殴り合ってくれると面白い、こうみんなが見たがる喧嘩みたいな試合ができるんで、はい、やっぱり僕もそれがやりたかったんで、はいはいはい、楽しかったですね。まあお前が負けたらあれだよねって言われたんではいはい、プレッシャーをかけて。印象なんですけれども、試合前と変わりましたか？今は気持ち、僕全然弱い方やな思ってたんですけど、全然気持ちあるタイプで前に出てきたんで、そこはやっぱり透明さを得ないかなと思ってます。やっぱ印象変わっていいんですか？印象は変わりましたね。拳で殴り合って、そうですね、やっぱそれ18歳で、オーディション選ばれて勝ち抜いてきただけのことはあるなと思ってます。はい、ちょっとな感想試合してみてですか？いや結構、まあ、負けたんですけど、はい、まあ殴り合えたんで、まあ、楽しかったです。最高だったっす。楽しめました。はい、戦ってみた相手の選手どうでした？いや強かったっす。また一から自分の入れます。はい、試合後の率直な感想をお伺いしてもいいですか？もう負けやね。プレイキングダウン出る前と出た後で何か変わったことなどあれば。いや、まだまだやな思いません。もっとねえ、じゃあ長さんと、すいません負けました。じゃあせやけどこれで終わりちゃうから、また次見とってください。今回 の、 その試合終わっての率直な感想をお願いします。そうですね、まあ KO したかったなっていう気持ちが一番 強かったですけど、相手選手も気持ちが強くて倒せれなかったです。あ、試合中に KO するということを考えて戦ってた？そう、KO 狙いになっちゃって一回ダウン取ったんですけど、効いてるのは分かったんですけど、大振りになっちゃったというか狙いすぎたっていうか。なるほど。相手選手への印象とかって変わったりしますか？あ、でも気持ち強かったですね。あ、これくらいでいけるかなって思ったのでは、まだやっぱ頑張っ、まあ、上からみたいになっちゃうけど倒れなかったから、向こうもやっぱ背負ってる家族とかがあるっていうのは、そこっすよ。ありがとうございます。率直な感想をお願いします。いや悔しいっすね。チーム戦だからなおさらっすね。やっぱり個人戦だったら別に泣くこともないんですけど、もうレベルですか、そんな叶わないかなっていうほどではないと思うんですけど、はいはい、ちょっとまだ全然実力がまだ足りないです、まあ、でも相手選手への印象は試合前と変わりましたか？いや、もし、なんていうんですか、認識してた相手なんで、まあとりあえず、まあ、今回俺は勝ったけど、まあ、相手若いし、これからもちょっと頑張って俺を超えていってくれと、そういう話はさっきしました。あ、もうすでにされてるんですか？どういう会話されたんですか？いや他は、まあ、そうですね、僕はもういつまでこの位置におるか分からない、もう40なんでね、もう年なんで、いつ引退するか分からへんので、まあ、俺をさっさと追い越して、まあ、もっと強くなって、もっと上の舞台に行ってくれと、そんな感じです。ありがとうございます。感想をお願いします。悔しいです。
ラストの取りだったんですが、プレッシャーの方感じてました？プレッシャーとかはなかったです。もう好きにやれって言われたので、好きにやれっていうか、いろいろ、まあ、プレッシャーはないです、もう自分もう全力を出し切ることだけ考えてたんで、まあ、戦ってる最中にダウン取れそうなところでカウンターをね、もらってしまった部分があったんですが、あそこはどんな感じでした？覚えてますか？いや、ちょっと分かんなかったですね、見てなかったです。対戦相手どうでした？強かったです。では最後に視聴者の皆様に一言お願いします。ありがとうございました。